一さん、群馬県の沼田市は関東一のリンゴの産地で観光リンゴ狩りの先進地です。我が家もリンゴ農家でリンゴの粒をそれる摘果作業をしながら聞いておりますということで、トークしていただきました。摘果して粒を揃えて秋を待つ、摘果して粒を揃えて秋を待つ、ね、札幌市の昔の服はきつかった